画撮ってツイートして、ゲーム配信が今日のノルマです。え、忘れてたよ。レッスンのことしか考えてなかったから。あとゲーム。あきあんさん、ありがとうございます。400日、もっと大切にしなきゃ、配信の記念日を。ありがとうございます。ってことで0時までにツイートを終わらせなきゃいけないので、今からメイクします。やすべんさん、どうもありがとうございます。そう、ゲームコラボがね、始まるんですよ。始まるんですよじゃなくて、始まってるんですよ今日から。私たちはね、メンバーは10月から始めてて、やってたの結構進んだんですけど、服部さん1400日タワーありがとうございます。そうで、23時半からはゲームの配信をしないといけないので、そうだから今からパッとメイクして顔作って、ちょっと一旦配信終わって、動画撮ってツイートして、ゲームの配信して終わり、今日の予定ってことになります。1400日なのにタワーありがとうございます。あー、アスルパンさんもありがとうございます。そう、忙しいでしょ。今からメイクして、ちょっとツイートは絶対しなきゃいけないので、ノルマ顔作ります。ヤスルーパンさん、ありがとうございます。タワー、タワー、そう、パセリとチームなんですけどね、パセリもさっきツイートしてた。こんばんは。途中までやりましたね、またでも同じようなゲームですね。なんかレベルをアップさせていって、徐々にでゾンビ倒すゲーム。なんかアリのさ、お城をさ、なんかレベル上げていくみたいな感じだったじゃん前。それと似たような感じ。ゲーム配信は23時半からやるので、一番乗りね。え、まだ2人しかおらんくない？さっきまで2人しかおらんかったよね。この忙しいね。そう、10月の中旬からやってたの。そう、ゲーム結構進んで、リハーサルと並行に。私結構進んだよ今。本部はレベル13ぐらいまで進んだ。しかも無課金です。無課金で私そんぐらいできてるから、そうそうそう、無課金で楽しめる。なんかゲームってさ、課金してないとさ、ね、楽しめるイメージあるけど、あ、無課金で遊べるんだなって思った。コツ、え、あるある。だからゲーム配信は23時半からするから待って。
またね、あの強いファンの方にはあのプレゼントとかもある。今回はね、特典がめっちゃすごいんですよ。はじめさん、タワーありがとうございます。はるゆめさん、ありがとうございます。もう全然可愛くないじゃん、メイクしても。なんだこの顔は、なんだこの顔は。ね、そう、中間1位が広島駅のあの広告、デジタルの、わかる？なんかデジタルので、最終1位チームが BLT さんのグラビアの、しかも6ページだっけ、8ページだっけ、めっちゃ6ページだっけ、すごくない？今までさ、渋谷のスクリーンとかさ、なんか、まあ、それもすごいけどさ、なんかあったっけ、他になんかの番組とか、関西とか BLT さん6ページとかなんですよ。しかも広島駅の広告中間1位、中間1位そう、パシェットです。ね、BLT さんすごいよね。しかも6ページとかだった気する。6か8、6だったかな。2人だけ、ペアの2人の。1400日、インクなくなってきた。レッスンきつかったって？いつも通りです。メイク中です。え、そうだよ、明後日ですよ。もう明日なんて最終リハ。やばいよ。汗汗だよ。明日なんてね、明日最後だからレッスン、やばいよやばいよ。毎日配信は1400日前から決めてたのって、毎日配信やるぞってこと？そうね、まあなんか、まあ毎日配信やるかみたいな、軽いノリでここまでやってます。もうここまで来たらゲーム、まあたまたま被っちゃっただけだからね、ゲームは悪くないので。今日はあのゲームなので、忙しい時期にかぶっちゃっただけなので。
最初はね、そう軽い気持ちで始めた。でも最近はめちゃくちゃ真剣に頑張ってるよ、毎日配信。もうここまで来たら、へら、あのね、2期生一番なんですよ今。だからもうよっぽどのことがない限り、本当に逆に何だったら休むんだろうってぐらいね。ね、必死に、そう、もう熱が出ようとね、何があろうと、どんな悲しいことがあろうとやっております。うどむさん、タワーありがとうございます。もうね、ここまで来たらね、アイドルでいる間はずっと続けれたら一番いいんですけど。わあ、豚松さん、タワーありがとうございます。本当にありがとうございます。こんな配信ですが、前髪はどんなもんかな、ちょっと切った方がいいかな。前髪長いよね。この配信は私の準備ができるまで。もったいないね、配信切ったらタワーもらったのに。今日ツイートをしなきゃいけないから、ファンクラブ？あ、1400人テロップ出た。ありがとうございます。タワーのお礼はまた後日、後で男児をスクショしたらいいか。1400日おめありがとうございます。はじめだよさんありがとうございます。翼はなんちゃらさんありがとうございます。りちゃんさんありがとうございます。そんなみんなタワーくれるの？ありがとうございます。誕生日みたいじゃん、ちょっとした。わお、あ、みきやくんありがとうございます。確かに1400ね、え、こんなタワーねもらえると思わなかったね。1人か2人かなって、1人か2人思ってたから。記念日を大切にするってね誓ってるファンの方がいるので、その方と、その方かなって思ったから。
そんなみんな、わー絶対無理かもって日はないです。ウドムさんタワー2回目じゃない？タワー来た？ありがとうございます。そんな価値ないよこの配信に。ありがとうございます。なんかしないと思って。それな、誕生日どうする。誕生日だよこのタワーの量。さっきご飯食べてたんですけど、やっぱいいや。めっちゃ気になる。そう、誕生日で思い出したんですけどね、さっきご飯を食べながらなっちゃんと語ってたんですよ。今日はちょっとレッスンが巻いて9時半とか9時に終わったのかな。そうで誕生日の話、もう冬になる、2024年になる、24歳だっていう話をしたの。そうでもなんかこの仕事をしてたら実年齢よりも年を取るの遅くない？なんか見た目と気持ち。そう実際はなんか24とかだけど、なんか見た目とか、そう気分とかはなんかあんま年取るの遅いよねみたいな。年齢だけ増えてるけど、そう21とかのイメージあるでしょ。ちょっと前髪急に前髪気に出したけど、何言ってる、分かんない。だから同じ24歳の同級生と比べると子供っぽいってこと。そうなんか年齢は確かに 4歳年取ったけど入ってきて、でもなんか見た目と気持ちはまだ2歳ぐらいしか取ってないっていう話を。黒髪だからか、年取るスピードが、見た目の年取るスピードが遅いから嬉しいっていう。ね、若く見られたいじゃん。そう。
周りの同級生はもうちょっと大人っぽい気する。さすがに気持ちも若い。そうまだ19、20の気分ですから。気持ちはなんか入った時で止まるよねっていう。19で入ったからさ、ここは19の印象強い。ももちゃんとかはさ一生高校生とかに見えるし、なんか入った年齢とかでか、入った年齢から老けるスピードが遅い。みんな、もう池田とかもまだ高校生に見えるし、全然ね。ももちゃんと池田が大学生なんてね。そう、一回配信終わらなきゃいけない、追悼しなきゃいけなくて、動画撮って0時までに。汗汗なんでございます。準備できたら終わる。まだまだ、そう準備配信なの。そうタワー消えるのマジでもったいないよね。本当にそうなんですけど、でも絶対やらなきゃいけないお仕事だから、さすがにねサボれないので。相手にも迷惑かかるしね、ペアだから。私がそのゲームをサボることによってゲームの方にも迷惑かかるし、相手にも迷惑かかるし、どう？顔完成してきた？何が足りないかな？リップ結構ついてるよ。あ、多すぎてダウンロード終わらん？多かったっけ？あ、え、あれやめていいですよ、全然。私アンインストール。チークでも見えないけど結構塗った。髪の毛巻こうかな、どうしようかな。パセリが三つ編みしてたから私もなんか可愛くした方がいいよね。ツインとかにしようかな。服は着替える、なんかいい感じの私服に着替える。あ、同じにしよう。確かに三つ編みにしようかな。いいじゃん、勝手に揃えたろうと。でもヘアゴムあるかな、2本。勝手に秘密ですよ、ダメだよ電子マトしたら。動画を投稿して初めて気づかせなきゃダメだよ、ネタバレしたら面白くない。動画見て同じ髪型してるじゃんってそこで気づかんとダメですよ。何も面白くないじゃん言っちゃったら。
こっそり合わせなきゃ。でも服着替えてからじゃないとパーカー脱いでたら崩れるよなって思いつつ、まあまあ、え、服かぶせるってむずくない？緑の着てなかったっけ？緑持ってないな。緑の服は持ってないな。チェックだったっけ？緑のイメージだったね。チェックもないな。私って意外とさ、チェックのイメージなくない？チェック着ないよね。何色のチェック？緑？緑のシャツの上に黒っぽい上着。むず。無理やって、そんな。ないって。そんな服ないって。無理だって。緑もなければチェックもないし、黄色もないですわ。ゾンビっぽい服ない。ゾンビって服、ゾンビって言ってさ、普通の私服着てない？ね、ゾンビ私服着とるよね。だってゾンビってさ、ね、人間がさ、ね、その辺にいる人間がなるから。なんか髪の毛増えた気する。毛量が多い。何事？なんかツインテールで2つに分けたら時の量が多い。あ、骨があった。え、タワー消したくないな。1時間以内だったら消えないよね。じゃけ23時までやったら消えんよね。更新されんよね。23時までに私が用事を全部終わらせたらいいってことか。23時までに帰ってこれたら消えない。アホ毛が出てきた。ね、それまでに帰ってきたらいいってことよね。オッケーオッケー。ツイートの分はね、もう準備してるから、動画を撮って、動画を撮って載せるだけなんで、分は下書きしてるんですよ。動画がないだけ。緑の服買いに行くのってドンキに。確かに。
そうだ、通知来ないんだよね。更新タワーを消さないように配信始めたら通知来なくなっちゃうけど、まあ23時には多分始めてるから帰ってきて23時。よし、どう？もうちょっとメイクしよう。もうちょっとだけ。かな。タワーはない方が見やすい。パソコンやったらなく見えるんじゃない？パソコンやったら。じゃあちょっと動画を撮ります。やらなければいけないことをやってきます。また23時には帰ってきますので、で、ハンから一緒にゲームをしましょうね。触覚後でアイロンで、あっちにあるアイロン、ここにないのでアイロンして。ってことで、タワーありがとうございます。本当に今日のバタバタ配信なのに。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ありがとうございます。一応スクショしとこ、消えたらいかんけん。シェルター、そう、ありがとうございます。23時には帰ってくるので行ってきまーす。終了をしていいんかいね。そうね、終了をしていいよね。